壁ッ海電気鉄道は愛知県下において現在の名鉄西予線の大部分に相当する路線を付設、運営した鉄道事業者である。本校では事業者としての壁ッ海電気鉄道のほか同社が付設、運営した鉄道路線についても詳述する。愛知電気鉄道と橋線の今村を起点として愛知県南東部に位置するハズ地方の 中心都市であった西尾とを結ぶ鉄道路線を敷設、運営するため、1925年5月に設立された事業者である。1926年7月に今村米津間にて暫定開業し、1928年10月に今村西尾間が全線開通した。終点の西尾においては、愛知電気鉄道の西尾線と接続し、同日より、 西尾線吉良吉田まで直通運転が開始された。親会社である愛知電気鉄道と明機鉄道との合併による現、名古屋鉄道発足後は明鉄の子会社となった後、1944年3月に閉ッキ海電気鉄道は明鉄へ九州合併された。これは太平洋戦争激化に伴う戦時体制への移行による、 陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の自流に沿う形で実施されたもので保有路線、車両は名鉄へ継承された。愛知電気鉄道が神宮前、吉田間を結ぶ高速鉄道路線である豊橋線の付設計画を推進していた1922年当時豊橋線の経路となった壁海軍安城町の地元有力者によって 安城町より明治村マイッツを経由して、初群西尾町に至る電気鉄道路線の付設計画が持ち上がった。初群西尾町には、後にアイデニエ、九州合併されることとなる西尾鉄道の路線が存在していたが、同社路線は輸送単位が小さい上に運行速度の遅い762ミ、mm、リメートル期間の蒸気鉄道であったため、地元においては、 名古屋方面への移動がより便利となる電気鉄道の布設が望まれていた。地元有力者とアイデンとの接触の末、アイデンは新路線の運営事業者設立に際して、資本金の50%を出資すること、起点駅を豊橋線の宇動駅とすることなどについて合意し、1923年5月に、壁海軍や萩町より明治村舞津に至る鉄道路線の布設が免許された。 その後、起点駅を追う頭から今、村へ変更したことや、発行株式の引き受けが難航したことなど、事務手続き上の都合で、会社設立が遅れ、免許交付より2年後の1925年5月15日に、会社設立総会が開催された。社名は、ヘッキ電気鉄道都市、資本金100万円のうち50万円をアイデンが、出資するアイデンの子会社として発足した。 社長は、アイデン取締役社長の相川清成が兼務し、本社もアイデン本社内に設置された。アイデンの直営とせず、別会社したのは、そうすることで、政府補助金を引き出す狙いがあった。不設工事は、親会社であるアイデンが施行し、1926年7月1日に、今村、ヨネツ 11.6km が開通した。 期間線 67mm 及び直流線 500V の河川電圧という規格はアイデンとヨハシ線と同一であり、機場も同じく 37kg の重機場を使用した。また、兵器回電機鉄道線は全区間単線で付設されたが、将来の複線化を見越して複線分の敷地が確保された。アイデンは当初、 余熱より先は別会社による建設を検討していた。壁海軍、明治村い津から、ず軍西尾町中心部の生誕を通過し、平坂町、福地村、一式町味浜に至る発電機鉄道がそれで、1924年12月に出願された同計画に対し、営業権がこむる西尾鉄道からの認可反対を、胸とする陳情書が、 鉄道大臣宛に提出されている。西尾鉄道は、その後アイデンに九州合併されるが、同社の合併により、ず電機鉄道を別途付設する意義も薄れたため、1927年1月には、ず電機鉄道の申請取り下げと、壁海電機鉄道に、余熱から西尾町に至る、延長線の付設免許認可を求める陳情書が提出された。こうして、 は電気鉄道の出願が1927年5月に却下された一方、同年6月には、ヘッキ海電気鉄道の西尾延長線の不設免許申請が認可された。西尾町は余熱から見て矢作川の対岸に位置する都市であり、延伸に際しては、矢作川へ橋梁を建造する必要があったことから、延伸工事に先立って優先株を発行して、 資本金を180万円に増し、着工までに8万円の払い込み金を徴収して、加強工事費用に充当した。同時期に、アイデンは九州合併した西尾鉄道の路線を、西尾線とし、道路線の電化工事及び、期間の1067ミ、mm、リメートルへの拡幅工事に着手した。その際、究極線が存在した西尾駅付近の路線については、 西尾町の都市計画と協調して新線への切り替えを、施行、移転後の西尾駅を壁海電気鉄道線との共同使用駅とすることとした。また、西尾線の電化及び期間拡幅工事完成後、壁海電気鉄道線は西尾より西尾線へ乗り入れて、平吉田まで直通運転を行うため、西尾線の規格に合わせて自社路線の河川電圧を、 直流600ボルトに高圧することとなった。1928年8月25日に、余熱壁電西奥地間 2.6km が開通し、同年10月1日の壁電西尾口西尾間 0.8km 開通をもって全線開通した。また同日より前日の通り下線電圧の高圧を実施、西尾線への直通運転を開始した。 壁電西尾口西尾間は、愛電西尾線と並行して線路が付設され、あたかも伏線区間であるかのような様相を呈した。さらに、壁キ海電機鉄道は、鉄道省との連帯貨物輸送を目的として、南安城より分岐して、鉄道省東海道本線の安城に至る貨物支線を計画、1939年12月25日に、 同区間 1.1km の貨物専用線が開通した。壁ッ海電気鉄道は国鉄安城駅に隣接する貨物駅を新安城駅と称した。なおこの間、親会社であるアイデンは1935年8月に名機鉄道と合併して、現名古屋鉄道が発足した。これにより、壁ッ海電気鉄道は名鉄の子会社となり、従来アイデンに委託された。 壁ッキ電気鉄道線の運営は名鉄へそのまま継承された。壁ッキ電気鉄道線の営業成績は開通以来低迷を続け、株式配当は終始1%に止まった。しかし、1941年に勃発した太平洋戦争の激化に伴う戦時体制への移行により、名鉄西予線の岡崎新西予間が1943年12月に、 不要不急線に指定され路線休止となったため、以降、北海電気鉄道線は、西尾町と名古屋方面を今村の理解で結ぶ、唯一の鉄道路線として徴用されるようになった。その後、陸上交通事業調整法を背景とした、地域交通事業者の統合が行政より、事実上強制されるようになったことを受けて、親会社の名鉄は、そのような自流に沿う形で、 自社路線に隣接する鉄道事業者の統合を進め、壁回電気鉄道は1944年3月1日付で、名鉄へ、吸収合併された。合併比率は、名鉄1に対して、壁回5.5とされ、従業員は、減給のまま名鉄へ、転席扱いとなり、保有路線、鉄道車両もすべて名鉄へ継承された。合併後の壁回電気鉄道線は、 西尾線の残存区間である西尾三河吉田間と、系統が統合されて、壁際線と称された後、戦後の1948年5月に、路線名称を、西尾線と改称した。壁機械電気鉄道路線図名鉄合併後の、壁機械電気鉄道線の動向については、名鉄西尾線年表を、参照壁機械電気鉄道は、開業に際して二軸ボギー構造の木造電車を三両。 導入した。で100、計100から102の形式称号及び記号番号が付与された同産量は、制御装置は親会社のアイデンにおいて標準仕様となっていたアメリカウェスティングハウス社製の間接非自動制御機を採用したが、その他の電気機器はドイツ製のものを採用した点を特徴とし、主電動機はアルゲマイネ社製、制動装置と警的はクノール製であった。 その後、前述した、河川電圧高圧に際して、直流 1500V 単電圧対応車であった、自社保有の出100計算量は、アイデンへ譲渡され、代わりに、アイデンより、直流 600V 対応の電三型4両を、譲り受けた。譲り受けた電三型で、河川22から1024.1026の4両には、出100計100から103の形式称号及び、 記号番号が付与され、愛電西尾線キラ吉田までの直通運用に用いられた。愛電に移籍した初代で100系、入れ替わりに導入された二代目で100型とも、いずれも保有事業者の合併に際して名鉄へ継承された。ありがとうございます。